はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えー、ちょっとね、えー、気になる記事が2、3あったんで、えー、これ、そのうちの1つです。えー、ご紹介します。今、世界中でディズニー離れが進んでいるそうです。はい、えー、もう一度言います。今、世界中でディズニー離れが進んでいるそうです。えー、これね、あの、いろいろね、原因はありまして、この記事の中では、まあ、映画をね、えー、まともな映画、 まあ、面白い映画を作っていないことが、まず原因だっていうことが、あ書かれていました。あとはね、ピクサーとの兼ね合いですよね。はい、あの合併しているんで、あの、ピクサーとの兼ね合いで、まあ、いろんなことが、あね、えー、表面化してきてるっていうのもあるみたいです。経営上の問題でね。はい。えー、まあ、私はね、えー、まあ、 いい作品作らなくなったなっていうのはもうそれは前々から感じてます。はい。えー、20年ぐらい前ですね。20年ぐらい前、美女と野獣とかね。大人が見てもね、こう、ロマンティックだなぁ、胸がキュンとするなぁ、みたいな映画があったんですけど、今ないですよね。はい。今ないです。はい。 えまあ CG で作ってるっていうのもあるのかもしれませんけどちょっと今ないですねはいなんか妙に子供っぽくなってしまってねはいあの大人がね見るに堪えないようなものばっかりですよねまあ作品非常に悪くなってると思います私もはいディズニーの作品自体がねえー であとですねまあ皆さん気がついてきたんじゃないかと思いますあのウォルトデ・ディズニーですねディズニーに隠されたあのあの暗号でのことでございますまあ気がつく人多くなってるんじゃないんでしょうかね例のおねお子ちゃまたちのね せーのね、あいあーはーいっていうやつでございますね。でもって、えーまあ、ディズニーランドとかのね、あの収入があー減ってきてるみたいなんですけど、まあそうでしょうね。あの、アメリカなんかではディズニーでね、えー、お子様が行方不明になっちゃう事例がすごい増えてるんで、えー、アメリカとかではね、ディズニーランドに行ったら子供から絶対ね、えー、手を離してはいけないって言われてるぐらいなんで、 まあそりゃあねはいあの行かなくなると思いますよえこのご時世ですしねそしてはい、えー、景気悪いですし高いとこ行って遊ぶようなね、えー、余裕ないですしね皆さんねはい、えー、日本も同じですねまあ日本でもねえたまにねそういう話聞きますよねお子様がいなくなっちゃったっていう話ね はい。たまに聞きます。はい。えー、まあ、見つかったかどうか分かりませんけどね、その後。はい。えー、なので、こういう事例がね、あるとね、やっぱりね、えー、警戒しますからね、人間ね。えー、そういうことです。あと、まあ、値上げもあるでしょうね。えー、高田がね、テーマパーク行くのにね、1万は払えませんからね。バカらしいです。そんなお金あるんだったらね、あのー、もうちょっとね、 あの自然の綺麗なところに行きたいですよ人工的に作られたものではなくてね私なんかははいえそう思います、はい、美しい自然のあるところにねえー、行ってねのんびり過ごしたいなって思いますよリゾートとかねはいまあちょっとディズニーはねちょっと人工的すぎますからね、えー、ちょっとね、えー、私はあんまり好きじゃないですはい、えー、そういうことでございます はい、えー、まあ人それぞれですけどねはい人それぞれですけどはい、えー、まあいろんな事情があってねあのー、ディズニーね営業が振るわなくなってるということですねまあいいことですあっち側の企業ですからはいえー、利用やめこれに。 これを機会にね利用をやめてねそういった人工的なテーマパークではなくてね自然の中のね森の中のキャンプ場とかねそういうところに行ってね、えー、お魚さんをね、えー、手で掴んだりとかそういうことをした方がね、えー、まあお子様のね発達にはいいと思いますよ。はい そう思います。はい、えー、キャンプ場でね、えー、火を起こしてね、えー、一緒にね、ご飯を作ったりとか、はい、えー、そういうことの方がね、何十倍も楽しいと思います。そしてお思い出にものの残ると思いますよ。私ね、いまだに小学校の時のね、キャンプに行った時のね、飯豪炊飯ですね。えー、まあ,あ、なんか、宿泊学習というかね、臨海学校みたいなので行ったんですけど、はい。 えー、まあ,あ、未だに思い出に残ってます。はい、えー、みんなと一緒にカレーを作ってね、えー、食べた。あの味も忘れていません。ということではいえー、なのでね。思い出に残るのってね。あのー、こういったことではないんですよね。えー、まあ、その辺のことを皆さんあのー、気づいてきたのかなとも思います。こういうご時世ですからね。はい、まあ、そういうことです。 まあ、これからもね、多分どんどん離れていくと思いますよ。もう高すぎですからね。はい。まあそういうことでございます。それでは皆さんまた、ああ、こちらの記事もね、えー、貼っておきますので、皆さん見に行ってくださいね。いいことです。はい。非常にいいことだと思います。皆さんね、もっとね、人工的に作られたものではなくて、えー、自然に目を向けましょうということでね。 はい、ええー、それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おばばでした。あにゃー。土日か。ね、あららららら。いい